を連敗した僕を続けて応援してくれたファンの皆様、本当にありがとうございました。理想は勝ち負けはこだわりたくないんですよね。僕にとって最高の試合をお見せするだけなんで。コアなファンに見せる試合は、まあ、また別の人がいるじゃないですか。ギャップで輝きたいんですよ。ギャップで。なんやこいつコスプレしとるでって弱いんやろな。それがああいう勝ち方をする。面白くないですか。エンターテインメントですよ。これが大衆を引き込む試合がしたいんです。その役割を担ってるのは長嶋純吾と雄一郎でしょうか。がんじがらめの不自由さの中にあるくよくよ。王者としての自覚とプライドを持って挑まないといけない。もうこれ以上先へは進めない。キックボクシングでやっていくのはそれでいいんですよ。だから K-1 ってスポーツじゃないと思うし、イベントやからお客さん呼んでなんぼやと思ってるんで。街歩いてる子に佐藤さん、ヒロさん誰って聞いたら分かんないと思うんですよ。僕も実際この格好で出ても分からないと思います。コスプレしてる、あ、ジェームズ。そこだけで僕はコスプレをする意味ってありますよね。意味が多分は誰かが自分のマックスを作らなければならない。マサトさんが作ったからマサトのマックスだったわけで、そこに頼ってたらダメなんですよ。つまり新しい時代なんですよね。つまりその時代僕が作ります。僕のやり方で K-1 を背負えたらいいし、背負うし、絶対 K-1 マックス潰させないんで、絶対潰させないんで、だからマックスは絶対潰れません。 K-1 マックスという競技は僕大好きですから、僕の夢、世界チャンピオン、それを目指して頑張りたいんです。